こんにちはタイムトリップのシンクですタイムトリップってんやねんっていう話なんですけどまああの今更説明してなかったんですけどまあ時を旅するタイムトリップという 一人プロジェクトを、まあ、行っておりまして、まあ、そもそも、ドラムやら、ダンスを始めた時から、運用しております、インスタですとか、こちらの YouTube にも、タイムトリップって、掲げてるんです。<laughs> でも、誰にも、あの、説明したことなくて、 一応、一人プロジェクトなので、誰も募集してないんです。<laughs> なんか、まあ、とりあえず、時を旅するように、人生を楽しみたいっていうだけのプロジェクトなんですけど、まあ、なので、 カラフォーになって、ダンスやら、ドラム、始めたりして。まあ、それだけ、まあ、それが全てじゃなくて、まあ、私にとっては一部で。まあ、そのプロジェクトの中の一つとして、例えば、即席バンドとかやってみたりできたら、楽しいかなとは思うけど、うん、あんまり、 集団行動が向いてないから、まあ、ずっとバンドとかは多分無理だろうなとか思って、わがままかよって感じなんですけど。<laughs> まあ、ということで、一、えーまあ、人プロジェクトを運用しております。アラフォードラム女子のシンクでございます。<laughs> まあ、そうですね。 まあ、この YouTube をご覧の方は、多分いろんなね、国とかいろんな世代の方見てくれてるみたいなんですけど、そうですね。まあ、多分10代だろうが、20代だろうが、3、4、50代だろうが、まあ、ね、なんか、 悩みは多分尽きないとは思うんですけど、結構小さいことから大きいことまで食べれなかったり眠れなかったり、嫌だなーって思うことももちろんあったり、で何もないけど前に包まんなかったり、っていうのも,もちろん私も、もちろんもちろんいっぱいあったんですけど、あの、 そうですね。まあ、特にこの、私はま、横浜出身というか、まあ、横浜が長くてずっと関東にいて、37歳ぐらいで、あの、関西に転勤してきたんですね。まあ、コロナ真っただ中だったんですけど、まあ、誰も知ってる人もいない中で、まあ、ちょっと責任者とかやってたりして、まあ、 すっごい結構その時はプレッシャーとなんかで外も出られないしで一人カラオケもできないしで結構ストレスフルだったんですけど、まあ、そこからなんでこんなに楽しめちゃってるかというと、まあ、今日ねあのメインでお話ししようと思ってるのは。あの バケットリストあのなんか死ぬまでにしたいことリストとか死ぬまでにやりたいことリストっていうのを聞いたことはあると思うんですけど結構これはもう私は昔から20後半か二十代後半ぐらいからは多分ちまちまやっててあの死ぬまでにしたい10のこと っていうあの海外の映画あったと思うんですけど、知ってますかね私は見たことないんですけどで、まあなんかタイトルはすごいインパクトがあって、内容は知らないけど、あまあね、きっと嫁わずかの人がきっとあの人生後悔しないように死ぬときにあれやりたかったっていうことがないように、きっとその銃の やりたいことリストを書いてるんだろうなっていうのは、まあ、パッとわかるじゃないですか。で、あの、で多分本屋さんとか、あのネットで調べたら、多分バケットリスト100とか、多分売ってると思うんですけど、なんか10だけじゃなくてよくて。まあ、それこそ私は毎年100個ぐらい達成して楽しんじゃってた時はあったんですけど、 なんかまあ、これがあるとなんかどんな悩みとか,こうなんかつまんない、毎日つまんないっていう状態でもそのリストをちょっと意識するだけであれ、前よりアクティブになってるかもっていう効果はあるかなと思いまして。めんどくさがり なんか多分アプリとかも多分あると思うんですけど、バケットリストでまあ調べてもらったらいいと思うんですけど、あのー、まあ、ルールとしては、ただやりたいことを書くだけなんですけど、で、普通は何もなかったら、あ、これは年齢的には無理だよねとか、 あと、お金かかるから無理だよねとか、休み取れないから無理だよねとか、何かをやろうと思った時にすぐダメな条件を普通考えがちだと思うんですけど、このリストを書く時にあたっては、それは取っ払わなきゃいけなくて、まあ、1から10でも20でも30でも、なんなら100個書いてほしいんですけど、 まあ、私の一番不可能だと思っている、けど書いているバケットリストは、えー、パリコレ、パリコレクションをフロントローで見るなんですよ。私ただの一般人なんですけど、<laughs> なんか別にお金持ちでもないし、モデルでもないし、起業家でもないし、けど、 なんでやりたい、見てみたいかっていうと、あの映画のプラダを着た悪魔っていう映画が大好きで、でそれで、主人公のアン,ハアン・ハサウェイさんが、まあ、新人から成り上がってというか、防、ま、具、あ、みたいなあのファッション雑誌の編集者としてで、最終的にパリコレをフロントローで見てるシーンがあるんですけど、 なんかただただなんかブランドを見たいとかじゃなくて、なんかそのショーを見てみたいなと思って、なんか総合演出じゃないですか。音楽から、もうヘアスタイルから、ファッションから、それをちょっとただ見てみたい。<laughs> 死ぬまでに一回は無理だと思ってますけどね。とかそういうことでもいいんですよ。まあ、あとは、あと不可能だと思っていることは、 あの、私が入れるお菓子の家を作って入りたいです。あ頭おかしいなって思われるかもしれないですけど、なんか、ヘンゼルと、ヘンゼルとグレーテルでしたっけまあ、ほら、子供の頃にちっちゃいお菓子の家作るセットとかはあるじゃないですか。 もともと漫画家志望なぐらい頭がメルヘンなので <laughs> いやなんか、まあ、別にそんな広い家じゃなくていいから床も壁も全部テーブルも椅子もクッキーとかチョコでできたお菓子の家に入ってみたいって思って本気で、まあ、それも不可能だと思ってるんですよ。 でも不可動だと思うけど、例えば、<laughs> なんか、アカシアさんまさんの、なんか、あんたの夢叶えたろかみたいな番組を昔見て、なんかメロンパンでできた家を作ってもらってた人がいた気がして、なんか夢はメロンパンが好きでメロンパンで作られた家に入りたいみたいな、まあ、それこそ別に一人が入れるぐらいの、だったと思うんですけど、 それのお菓子の家バージョンが作ってもらえたら嬉しいなぁって思うんですけどでもきっとその大量のお菓子はすぐ食べなきゃいけないからそれが問題だって私は思ってて大量廃棄は良くないじゃないですかだからまあ何めっちゃ超有名人になってなんかスタッフさんも いるぞってなったらお菓子の家を作ってもらっちゃうかもしれないですけど <laughs> まあこんなね夢物語をあのバケットリストに書いてもいいんですよ。ででも例えばあのー、まあこの間達成したバケットリストの一つとしては あのお祭りでりんご飴を食べるっていうのを書いてたんですけど、まあ、これはお祭りに行ったらりんご飴って日本だと売ってるじゃないですかだからお祭,りお祭りに行ければ達成できるけどあのお祭りに行きたいって言わないといけないし一、まあ、人ではやっぱりね行きにくいから一緒に行ってくれる人に っって言ってくれるって頼んで、まあ、私は連れてってもらったんですけどでそこでりんご飴買ってもらって <laughs> あのバリバリでっかいの食べたんですけどあの、まあ、そんなことでもいいんですよ。もちろんもうそんな外じゃなくてこの本を1冊読み切るとか何歴史書を1冊読むとか。うん どっかの美術館に行くとかでもいいんですけど、もうパッと思いつく、やってみたいなと思うことをひたすら出なくなるまで書く。やってみてください <laughs>。で、書きました。で、別にそれをいつまでにやんなきゃいけないっていうリストでもなくて、死ぬまでにだから。 まあ健康でな方だったら、まあちょっとゆったりした気持ちでそのリストを、ね、こなしていけばいいんですけど、それを必ず達成しなきゃいけないってわけでもなくて、まあ、コツとしてはというか、意識づけとしては、たまに思い出したらそのリストを振り返ると、より自分がそれをやりたいことを意識するんですよ。 だかりんごゴ飴食べたかったことを忘れててもよくてただ私は一時期あこれ来週いけるじゃんとか思ってで達成しましたりんご飴食べましたチェックって感じででなんだろうチンジャオロースを作るあのお店のチンジャオロースを再現するで作りましたチェックと。 なんだろう、前だったら「ラムダンクの映画を見に行くチェックとか。で100個書いてたうち5個でも10個でも達成してたらなんかお結構前に進んでるって思えるんですよね。例えこうプライベートとか仕事とかでなんか 強化されなかったり、なんか、ダメだなと思わざるを得ないような状況に自分がいたとしても、なんかそのリストはただ自分が楽しむだけのツールなんですけど、やっても楽しいし、振り返ってもちょっとテンションが上がるというか、なのでもうなんか、毎日つまらなすぎるっていう人は、ぜひやってみたらどうだろうって <laughs> 思っていて、 で、それこそ、まあ、この間でも触れたと思うんですけど、80歳ぐらいまでにドラムを習って、一曲何か叩けたらかっこいいよねっていうレベルだったんですよ。今めっちゃなんかガンガンロックみたいな曲ばっかり <laughs> 叩いてるようになっちゃったんですけど。だから一曲叩けたらやめようっていうぐらいの感じでもいいからリストに書いとくと、 で始めちゃうと人間ね楽しくなっちゃったりするからそこからまたやりたいことを付け足したりとかしてそうするともう100じゃ終わらなくなってくるんですけどライブに出たいとかなのでこのバケットリストのなんかすごい楽しいというか良さっていうのはなんかもう多分まあ 20代の方だとしても、まあ私も言ってたな。ああ、もう25だ、おばさんだ。30になったら、え、何言ってんのって感じですけど。まあね、それはまあ多分上の、だいぶ上の世代からしたら、ああ若い子が何言ってんだってなるけども、でも、まあその自分がこう、 だんだんやっぱり年を重ねていくと若者よ頑張れわしはもう引退だみたいな気持ちにはなりがちですよねだからなんかそれってなんか諦めじゃないですかもう年だからもうただただ毎日ルーティーンこなして老後なんか旅行でも行ければいいや 毎日、なんかお茶をすするのが楽しい。それでも、まあ幸せなら全然いいんですけど、なんか年をこう諦めの理由にしてるだけっていうか、なんか意外とできることあるよっていうのは、まあ、まあ、自分の意識とちょっとしたアクション次第でもっと楽しい世界はあると思いますよっていうのは、まあちょっとお伝えしたいなあと思っていて、 そう、なんかなんだろうな例えばちょっとだけね DJ のなんかマシンの前にプレゼントでもらってあの、ちゃかちゃかちょっとやってみたりした時もあったんですけどその、まあ、自分も若い時にというかテレビでなんかヨーロッパだかにもう行くぐらいの日本の。 なんだろうヨーロッパにも行ってたと思うんですけどなんかもう70、80代の日本のおばあちゃんが若者に混じってすごいウェーイってやってるのを見てかっこいいって思ったんですよね。そういうおばあちゃんになりたいなと思ってなんかもうなんか走ったない年だから走ったないわっていう年の重ね方よりはなんか もうね、しわしわになろうが、やりたいこと、着たいものを着て、まあ、好きな人とつるんでというか、好きな世界に身を置くっていうのは、すごい、見た目はどうあれ、こう、若々しくいられるというか、最後までこう人生を楽しめるのではないかと思ってまして。なので、 まあちょっとなんかいろいろ諦めがちだわっていう人は騙されたと思ってバケットリストを死ぬまでにしたいことリストを10でも50でも100でも書いてみてやってみたらどうでしょうと思っておりますまあおいおいね達成してきたこといっぱいあるのでちょっと、まあ、気まぐれ Vlog なので まあ、アップしていきたいなと思っております。はい。では。<laughs>